外来種の花、紫カタバミ、長身ひなげし、荒れ地花笠、トウネズミ餅、キクイモ、不要があります。それぞれの動画は再生リストにまとめてありますので、ぜひご覧ください。はい、やってまいりました。こちらは自宅の庭です。こちら、カラスのエンドウが割と大きくなってまいりましたので、これをちょっと採取しまして、お茶にする部分と、絹さやみたいにして食べる部分と、ちょっと分けてみて、そして絹さや部分に当たる部分は味噌汁か何かにしてちょっと食べてみたいと思います。まあ、これもねちょっとね家で栽培しているスナップエンドウとかそら豆とかの、まあ、ある意味敵役になっちゃうんですけれども、まあ、スズメのエンドウの乾燥させたやつのお茶が美味しかったので、まあ、カラスのエンドウでもちょっとやってみようっていうのと、あとさやがあるのでこれは食べてみようというようなことです。外来種の雑草灰で育ったこちらカラスのエンドウね、春の恵みとしてちょっと味わってみたいと思います。では採取します。はい、それでは収穫しました。こちらが鞘だけ、それからこちらが植物祭です。これで植物祭の方は花がついてますので花茶にして飲んでみます。それからこちら鞘の方は鞘の方で味噌汁にしてちょっと飲んでみたいと思います。それではやってみますね。はい、これができたカラスのエンドウの鞘が入った味噌汁なんですけども、ちょっとねやっぱり思ったより硬いですね。絹さやとかスナップエンドウに比べて硬いです。よく噛まないとです。これはちょっとあんまり現実的じゃないですね。とりあえずあとは植物祭の方を乾燥させてそのお茶を飲んでみますけども、まあそこら辺が関の山かもしれないですね。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。